もう一回、もう一回、もう一回。よっしゃ。
いやでも想像以上泳げるようになったんで、まあまあ成長してるかなって感じがしましたね。うんですね。結構楽しく見れました。良かったですね。はい。今日の水泳大会はどうでしたか。今日は、50メートルをやるときにターンがものすごく難しかったです。はい、だけどちゃんと自分の思うようにいけたから嬉しかったです。50メートルのクロール自由形と25メートルの平泳ぎやったんですけど、25メートルの平泳ぎの時に友達といい勝負で、でもちょっとだけ負けてしまったので悔しいなという気持ちがありました。皆さん頑張ってましたね。はい。得意な泳ぎは何ですか。クロールです。同じです、クロールです。今日はどうもご苦労様でした。頑張ってましたね。いつもよりは、はい、いい泳ぎは出してよかったと思います。先生、僕は何ですか。はい、同じです。練習の時ではちょっと失敗したりしたけどあったし、今日のウォーミングアップが終わった時にゴーグルがぶっ壊れて先生に直してもらって、まあギリギリ間に合ったからよかったです。皆さん得意な泳ぎは何でしょうか。クロール平泳ぎ。皆さん頑張ってましたね。はい、ありがとうございます。今日の水泳大会はどうでしたか。楽しかったです。緊張しました。自分の目標はどうでしたか。達成できました。目標はできました。皆さん得意な泳ぎは何でしょうか。クロールです。平泳ぎです。皆さん頑張ってよかったですね。はい。